初谷さん、今回もお疲れ様でした。ありがとうございました。今週末、配信をする2つの動画を撮り終えたばかりということになっております。はい。今回は土曜日が2021プレミアクラブのキャプテンたち、そして、日曜日27日がミラクルレスターの再来なるかプレミアリーグ中下位常連クラブの現状ということでお届けをしていきます。最近なんですけれども、はい、J リーグでいろいろ話題になってるんですが、うん、ユニフォームの背番号のところのこのフォントですかね、うん、はい、今までは各チームごとだったところを統一しよう、うん、はい、これもどうも理由とすると見にくいからみたいな、特に背番号をの、まあ、見る上で遠くから見るところで見にくいという、今どうしてもこの配信になってきてますので、うん、スマートフォンで見る方とかがいて、そうすると難しいので見やすくしようという動きがあるんですが、やっぱりサポーターの方は思い入れがね、各チーム独自にやって、うん、でずっともう、最初から使い続けているっていうチームもあるので、ここがこうちょっと、変えないでほしいっていう声は大きいようなんですけどね。まあお気持ちよくわかりますよ、うん、やっぱりそのユニフォーム の背番号とか、うん、あと選手の名前とか含めてやっぱり愛情を込めてね、うん、応援してきてらっしゃったと思いますので、はい、そのフォントが変わるっていうことは、うん、背番号ユニフォーム全体が変わるみたいなイメージも出てきちゃうので、うん、はい、うん、よく分かるんですけどね。ただ時代が時代だから、うん、それは致し方のないこととも考えられるし、はい、まあうん、ユニフォームに限らずやっぱその雑誌なんかでもそのタイトル名、あ、はい、フォントを選ぶっていうのは、はい、書体を選ぶのは大変難しいところがあって、はい、うん、色を含めてね、うん、だからこうコンビニとか並ぶでしょ、だからこうやってタイトルをこうやって 見えるじゃない、だからここが果たして何ミリあるかっていうのを、あ、いや、あの考えながらでどうすれば一番目立つかっていうのを編集長ってやってなかったよ、うん、そうなんですね、うん、なんだっけ、コンビニ行って、はい、周り気にしながらこうやって定規で測ったもんな、あそうですね、そこになって字が途中までしか写らなかったらダメなわけですからね、ちゃんとうまくそこにポンって出るようにっていうことですよね。スポーツコーナーがあって、はい、まあ、平積みされてればいいんですけど、はい、棚の時はこうやって、うん、こう、はい、この見づらくなっていく、今重なったように、うん、タイトルと重なっちゃうのタイトルが分かんなくなっちゃうので、うん、だからそこ何ミリ、はい、何ミリのところにどのぐらいの大きさで、うんうん、タイトルをつければいいかっていうのはやってたし、うん、はい、その定規で測ってて、うん、コンビニで何されてるんですかって何回か注意されたこともある、うん、で名刺出して実はこういうことで、ね、はあ、すごい軽減された、軽減 な顔されたけど、うん、でもまあやっぱり見やすいっていうことは大切だと思いますし、はい、うん、あとはそのストライプの撮影の時に難しいじゃないですか、はい、難しいですね、だから一時入荷するか、うん、なんかすごく辛い時あったしさ、はい、ありましたね、だからその辺はだからその昔ユベントスが縦縞なんだけど、うん、上を背中黒にしたりって、はい、背番号分かりやすくしたみたいなところもあったので、うんうん、まあ、それも踏まえて、うんうん、サービスの一環なんですよね、うん、おそらくフォント統一したっていうのはね、うん、サポーターの皆さんの気持ちは分かるんですけど、うん、まあ、仕方ないかな、映像中心となるとね、それは必要かもしれないね、うん、そうですね、うん、プレミアリーグに関してはもう統一したフォントでということで、うんうん、現在使われているフォントに関しては、モノタイプ社というところが、うん、関わってるんですけれども、大曲俊さんでね、日本人の方も関わってるということで、はい、うん、こういうデザインになってるわけなんですけれども、まあ、これもね、いろいろまあ時代によってまた変わってくるわけですが、まあ、ただそのシーズンシーズンはちゃんとその統一で、うん、はい、うん、でみんなあれですもんね、だいたいこうファンショップに行くとまず、うん、ユニフォームシャツ買って、はいはいはい、フォントのところのコーナーがあって、うん、そこに並んでなんかプレスみたいな、ね、バーンみたいな感じでプレスして、うん、でよく自分の名前を入れたりとか、うん、パパとかダディとか入れたりとか、うん、いろいろねそういう風にやって、であと長い名前の人の場合は大変で、そうね、あと確か一文字何文字いくらとかなんですよね、うん、確かだから長く入れると値段が高いみたいな、うん、確かそんなだった、すみません僕がいた頃だったんで、まだ今はまだ変わってるかもしれないですけど、そんなような状況だったなと思います。だからなんか名前、あ、これだ、入荷数見せなかったやつ、うん、これね、これテレビでやって見せなかったよね、うん、まあでも大体なんか特徴で分かるから、そんなあれなんだけど、うん、名前の短い長いで言うと、まあ、うん、プレミアじゃないんですけど、昔ミランにバッていたじゃん、
イブラヒマ、はい、あれ BA 一文字じゃん、 あ、はい、あと長いのはグリエルミン・ピエトロとかいろいろいたからさ、そうなるとこう背中の文字とかどうしてたんだろうね、うん、当時ね、今の日本人どうしても長くなるからな、はい、うん、そうですね、でもこのフォントはね、やっぱこうやって見るとやっぱ見やすいですよね、ここらがほら引き体とか引き体やなんかだったら分かりづらいだろうし、はい、分かりづらいですね、うん、だ分かりやすいよりってことですよね、これが確かに引き体になっちゃったら、こうえ何だろうみたいな読めないですけど、うん、これだったらねみんな読めますもんね、うん、まあうん、こういうふうに、うん、これから、うん、かっちりしていくことになるのかもしれないですね、うんうん、そうですね、そのどんどんそのやっぱりファンを、まあ、増やしたいという思いもありますし、うん、まず最初登竜門で入った時に、うん、選手とその背番号あるいは選手がどう誰っていうのが一致しない場合はまずやっぱり背番号に頼ってというところからスタートするじゃないですか、うん、はいはいはい、でそういう意味で言うと確かにあのよくね高校サッカーの中継だとその高校サッカーっていうのはその時期しか見ない人が多いし、はい、その試合しか、うん、あと自分の母校の全国大会出たから見ようっていう時には背番号がと顔が一致しないからっていうので日本テレビ系列の方々みんな何番誰誰何番誰誰ってその実況するっていうのは聞いたことあるんですけど、 それでよくだいたい高校サッカーだと7番誰誰から8番誰誰10番誰誰みたいな実況あるじゃないですか、 あれはそういう意味合いらしいんですよ、ただプロではやらない、だけどアマチュアではみんなその一致しないからとか、あと僕はそれを聞いて、あ、じゃあ例えばヨーロッパリーグを、まあ最近あんま担当しないですけどヨーロッパリーグを担当する、例えば、チェルシーがヨーロッパリーグ出てた時に相手のチームがどこかこう、東ヨーロッパの小さな国の初めて出てきましたみたいな、誰も分からなかったら一応たまにそう僕はでも何番誰だ何番誰だは遅くなっちゃうから一応アップになって背番号が一緒になった時に何番誰誰って言おうかなとかそういうのが考えましたよね、あ、なるほどね、そっか、そういう風であれ何番誰だずっと言ってたのか高校サッカーは、はい、あー、なるほど、ちょっと違和感があるじゃないか、うん、プロとかを見てると、うん、いやいや番号別にそこ言わなくていいんじゃないかっていう違和感はあってはあるんですけど、うん、そういう意味合いだそうなんですよね、だからそれがねもちろんこう皆さん、まあ、プレミア好きの方は大体背番号で見てないと思うので、うん、意外ね、その僕実況とかはよくあるのは背番号だって見えなかった向こう見てたら見えないじゃないですか、見えない見えない、ね、その、うん、例えば分からなかったらスパイクの色とか、うん、半袖か長袖かとか、ね、何かテーピングしてるかとか、うんうんうん、あとはソックスの、ね、履き方とか、うん、あと髪の色とかいろいろあるんですけど、見分け方あるよね、 あともう一個背番号の文句になっちゃうけど大きすぎるのなんとかなんない、あれ上限決めない、まあそうですね、ラテンのチームは結構大きいのが好きなのか流行りなのかあるじゃないですか、99番とか、そういう感覚も古いのかな、イングランドはやっぱりあれじゃないですか、加瀬さんはその固定背番号の時代から見てらっしゃるじゃないですか、そうなるとやっぱりその大きいっていうのはちょっと違和感は、ね、うん、あるよ、60何万とかしかやると嫌だもん、まあ、まあ、なあ、でも今チーム相当選手抱えてるからな、しょうがないのかな、うん、でも60人は抱えないもんね、そうですね、でも若い時ってその、うん、あれじゃないですか、そのユースの時に投資ずっていくと、うん、その番号をまず、うん、日本で言ったら、まあね、じゃあ高校1年生になりましたって言って、うん、先輩から順番で来て、うん、じゃあ、 60何番です、90何番です、まあね、みたいなのをそのままその初めての番号だから、うん、そのまま行きますみたいな人は結構いるんじゃないですかね、うん、あとその思い入れができちゃったりとかするかもしれないですね、うん、まあ思い入れか、そうか、やっぱこれ古いか、そのうち見方とかつけないだろうね、うん、これやだよ、それは勘弁してほしいな俺、そうですよね、うん、まあでもね、そうですよね、確かに、うん、なんかもうあるじゃないですか、特にイングランドもその何番はどのポジションみたいなのもあるから、うん、それでみんなそれが憧れて番号であとそのポジションについて言ったりとか、うん、そうだよね、10番タイプ9番タイプとかっていう話をするし、うん、そういうのも残ってるので、うん、やっぱりねどうしてもその番号になんとなくこのポジションの選手だからこうみたいな、うん、なんかちょっと違和感、例えばリー・パトルシオって11番だったりするじゃないですか、うんうん、ちょっと違和感はありますもんね、なんか理由あったよね、理由ありますよ、だから理由はあるんですよ、はい、理由を聞いて、うん、ああなるほどって思いますけど、だからファンデベイクの34本理由があるわけじゃないかな、うんうん、だからそういう、あ、でもね、そうね、うん、俺が古いってことでしょやっぱりそれが一番話まとまる、うんうん、今の若い方からしたら、何がおかしいんですかねみたいな、風間さんみたいな感じかもしれないですよ、やっぱさ、ね、1、2始まって右サイドバックが2でさ、左ウイング11の世代で長く育っちゃったからさ、どうもね、うん、あと代表も22か23までじゃん、うんね、だからそれ以上になっちゃうとなんかでかすぎて嫌なんだよな、うん、そうですね、でも俺が古いんだ、そうですね、やめよう、勝田さんの時代はね、この試合は何番だったけど、うん、次の試合は何番ですみたいな感じで変わってたりもしましたよね、昔はね、昔はそのポジションでここで使用されるからみたいな、うんうんうん、
だから、ね、ユナイテッドになれば、うん、昔ジョージベスト7番つけた時もあるし11番の時もあるし、はい、うん、そういうことだからさ。そうですね、うん、だ当時、まあ、7番といえばまず最初なんとなくイメージとするとジョージベストって言われますけど、固定背番号の中の7だから、あ、なんていうんですか、もうかジョージベストイコール7ではないってことですもんね。たまたまそのポジションでやってるからそうで、うん、だけど他の番号も時には、うんうんうん、つけるという。そうそう、だから、はい、ロブソンも7とか言われるけど、うん、ロブソンで4つけた時の多かったのらしい、うん、あ、うん、はい、だからね、まあそういう時代なんで、もう私が古いってことにしましょう、はい、もうじゃあ今回はそういうことで話が落ち着きましたので、はい、ということで本題は今回告知ですので、はいはい、9月26日土曜日午後9時21時公開予定、2021プレミアクラブのキャプテンたち、そして翌日27日日曜日、こちらもおそらく21時、公開ということになりますけれども、ミラクルレスターの再来なるかプレミアリーグ中下位常連クラブの現状と題してお届けをします、うん、ぜひこちらの2本の動画、はい、ご覧いただきたいと思います。ご覧くださいませ。よろしくお願いします、はいはい、じゃあこのフォントについての、はいはい、お話はここまでということで、それでは失礼します、はい、さよならあんまりフォントの話してなかったです。背番号の話になっちゃいますね、はいはい、結論としては加瀬谷さんがちょっと折れたということです、はい。